ナイス大晦日、ありがとうございます。やっぱりこの曲で盛り上がりましょう。市松音頭皆さんこんばんは、オークスタジオのしんぺいです。2022年12月31日現在時刻は22時50分53秒でございます。日付が変わる瞬間にジムでトレーニングをするっていうことでジムに来てるんですけれども、その前にですね、2022年、やり残したことっていうことではないんですけれども、別にやらなくてもいいんですけど、ちょっとやっておきたいなっていうことがありまして、日付が変わる前に、2022年に置いていきたいことをここでやっておこうかなと思います。でそれをやり遂げてから、ジムで、トレーニングをして2023年を迎えて、気持ちを切り替えて、新しい年を頑張って生きていこうかなと思っております。ということで、やり残したこと、食べます。最後にマクドナルド食べます。まあやらなくてもいいじゃないですか、別に。まあそうなんですけど、やらなくてもいいんですけど、言ってしまえば、まあこういう時間だったり、まあ今からトレーニング頑張って、かっこいい体を目指すってなると、どうしてもこういう時間に、まあそういったジャンキーなものとか食べれなくなっていくんだろうなと思ってます。なので最後に、2022年食べ納めをやっておこうかなと思ってます。ということで、2品買ってきたんで、準備します。まあ言うほどね、毎日食べるようなものはないんですけど、こういう時間食べるとね、美味しいんですよね。ただ、まあそういうのに今後控えていく必要があるなと思っているんで、今日ここで化粧をつけます。ということで、買ってきたのがバイチーズバーガーとナゲットでございます。この2つをね、食べていこうかなと思います。ちょっとカメラ移動します。映んないよね、これね。うん、まあ、いっか。ということでですね、サムネイル撮影をしたので、今からチーズバーガー食べますね。めちゃくちゃ美味しそうやね。無理。なんでこんな美味しいの？うますぎるな。うますぎるわ。470円だって。安いし。2022年ですね、我々 YouTube アカウント作って1年経つわけですよ。で、言うほどがっつり更新ができずにちょっと1年が過ごしてしまったんですけど、とりあえず撮影機材等は揃えて本格的に指導ができる状態ではあるので、2023年はですね、もっと本格的に動画を回していきたいんですけど、その動画の中の一つのコンテンツとして筋トレっていうのを頑張っていきたいんですよ。一応これでもバンドをやっていて夢見ている一人の人間ですので、やっぱフロントマンとしてかっこいい体を作ってライブを盛り上げていきたいじゃないですか。まだまだ夢を見ますよ。まだまだ夢を見る。
2023年もですね、まだまだ夢を見たいです。ということでですね、この夢みたいなうまいハンバーガー、この夢のような時間をですね、今回ちょっと減らしていかないといけない。減らしていくっていうか、もうこの夜に好きなものを食べるっていう生活はセーブしていかないといけないなと思ってます。噛み締めます。噛み締めていきます。めちゃめちゃうまい。今年の年末は友人とも過ごすことなく一人でゆっくりしてるんですけど、やっぱ差がつく行動って誰かがやってない時にやるっていうことだと思うんですよ。なのでですね、今日ちょっとジム回ってどんだけの人が頑張ってるのかなっていうのも見てきましたし、それで多かれ少なかれいい刺激をもらいました。僕もこれ食って食べ納めして、2022年にさよならして、2023年新しい自分を迎えて、意識も新しくして、イントロもバンドも YouTube も頑張っていける、そういう環境をどんどん作っていきたいと思ってます。うめえ。マジでさ、もうこんな美味しいもんを作ったんだろうか。毎日食べなきゃいいじゃんって思うじゃないですか。たまにならいいんじゃないって思うじゃないですか。まあこういう時間に食べたとしても全然いいと思うんですよ。食べることが好きな人がいきなり食べることをやめたらめちゃくちゃストレスになりますし、続かない原因の一つなので、過度な食事制限向いてない人は適度に自分と向き合ってください。で、僕の場合は美味しいものを食べるのが大好きなので、多分完全に断食だったり同じものしか食べないとかいうのは多分無理だと思うんですけど、ただこういう時間にこういう大好きなものとか、ちょっと気になるものとかを食べるのはやっておこうと今日ここで決めます。うめえな。ナゲットもうめ、ソースもうめ。なんだこれ、なんだっけこれ、ブーツだっけ、形の名前ブーツでしたっけ。まあでも例えばですよ、こんな時期ではあれど、やっぱりたまには飯行こうぜとか素敵な人だったら誘ってくれることってあるじゃないですか。そういう時は食べます。もちろんだって大会とかまだ出てないんであれですけど、大会直前とかになったら食べれないですけど、やっぱ普段頑張ってる分、そういう友達とご飯に行ったりだとか飲みに行くだったりとか好きなことをするっていうのはやっぱりストレスの発散にもなりますし、ストレスをためないことが一番大事だと思うので、素敵な人とうまいもん食う、それは人生で最大の楽しみの一つじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。いい時間になってきましたね。めちゃめちゃ美味しい。あかんぞこれは。いえいえで乾杯。よし、これで最後だ。好きなもの好きな時に食うっていうのはこれが最後だということで、2022年最後の食べ納め、マクドナルドのバイチーズバーガーとマックナゲットでございました。いやうまかった。焼き付く脳みそに。ただ2023年からは変わります。かっこいい自分に、その自分を目指して頑張っていきたいと思います。ということで皆さん、良いお年を。ボーカルの新平でした。